こんにちは。こんにちは。はい、どうも。こんにちは。はい、今日のゲストは、はい、津畑恵子さんです。津畑恵子と申します。よろしくお願いします。はい、西村さん。はい、西村です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、まず最初にやっぱサンライズ好きだなっていうのがあって、サンライズ出雲瀬戸が本当ね乗った、あのね、僕、うん、出雲に1回だけ乗ったことあるっていうのが、うんうん、上京するときに乗ったんですよ。え、東京に初めて19かな20の時に倉吉から出始め、寝台列車の出雲です。サンライズじゃないんですよ。前のやつか。そうです。でマジのやつ、はい、あの国鉄列車のね。そうですそうですそうです。ブルートレインってやつです、ね。そう、ブルートレインです。うわ、すげえ。それに乗って僕初めて東京、まあ初めてじゃないですけど、まあ東京に上京して、はあ。そこから東京生活が始まったんですよ。っていう思い出があるんです、出雲には。でも、サンライズはちょっとね、ルートも違いますし。うん、あの車両もブルートレインじゃないですし、出雲には数えるほどしか乗ったことはなくて、私高松に結構用事があるんで、あっちの方に行っちゃう。そう、瀬戸の方、瀬戸の方に行くんですよ。でもう20回ぐらい乗ってんのかな、両方合わせて。めちゃめちゃ乗ってますね。うん、なんか無理やり乗るんですよ、向こうに出張があるときに。東京で用事済ませて夜中22時ぐらいのその、うん、サンライズ乗って向こうに朝着いて、そっからはフルで使えるじゃないですか。そうなんですよ。それがもうサンライズしかないわけですよ、寝台列車って。私たちが乗れる範囲の、そうです、ね、他はもう四季島とか、あの七つ星とか超豪華列車、そう、金持ちしかない。そう、取れるまで何ヶ月待ちとか何年待ちのやつになっちゃうんで、増やしてほしいんだよね。減らしてる場合じゃねえんだよ。そうなんですよ。相手手がたない。寝台列車あると良くないですか、あの足伸ばせて寝れる、寝てるうちに目的地にの朝に、うん、目的地に朝着くってめっちゃ貴重なんですよ。そうなんですよ。そう、私ね、バスダメなんですよ。そう、はいはいはい、あのどんなに、あの全く水平ならいいんですけど、ちょっと角度があるだけで腰にめちゃくちゃ負担がきて、ずり落ちる恐怖からの7時間8時間っていうのがすごくダメで、この体勢でね、うん、8時間ぐらいですもんね。そうなんです。ちなみに私一番初めに乗ったのはあのこれね、見てきてジャーニー岡山編なのですが、これがね確か2009年なんですね。でこの時に、まあ寝台列車に乗りたい欲が高まった時に見てきてジャーニー岡山編があって手を挙げたかなんかで、このためにこの記事書いたようなもんなんですけど、岡山行ったようなもんなんですけど、この時になんか興奮しすぎてね、なんだろう、見てきてジャーニーの任務がほら銀河の彼方に飛ばされていくよ母さんとか書いてるんですよ。おかしいんですよ、テンションが。こんな文最近書いてない。そう、すぐテンションが。僕見てましたね、これ。あ、見てました。当時ね、でもいいなと思って。でこれ2015年に初めてのびのび座席、のびのびシートか。シート。はい。これは特急料金だけで乗れるやつか。こういうなんかね、これもいいんですよね。そうそう、一回だから僕ね、うん、予約して乗ろうと思って鳥取に行くのに、うん、予約したんだけど、おうおうおう、何年前だろう、4年くらい前かな、集中豪雨で線路がなんか途切れちゃって運休ですって言われて、もうそれ、それで乗れずじまいなんですよ。もうそれ多分一生乗れないで、私ちょっとこだわりがあって、何か仕事で行って何か成果を上げれそうな時とか、十分仕事したっていう仕事の時はなるべくいい寝台列車で帰るようにしたいんですよ。でさっきのはまあ全然遊びって言ったからのびのびシートだったんだけど、でこれはね確かね NHK に出た時のなんですよ、はい、なのであのシングルデラックス取っちゃったんですよ。ちょっと高いですよね。そうなんです、ソロよりもね2倍以上するあの寝台料金なんで、1万、あの寝台料金だけで1万3000いくらだったかな。ちょっといいビジネスホテル泊まるぐらいの、そう、泊まるぐらいの値段をするってことですね。そう、一晩ぶっこんじゃうんですけど、もうこの椅子とテーブルがついてですね、
で奥これ一部屋ですか。そう、これ一部屋、奥に洗面台もついて。え、これ狭めのビジネスホテルぐらいありますね。あ、そうそう、すごいいいんですよ、これが。これが移動して東京まで運んでくれるという。これが移動するんですよ。これ、そう、いいんですよ、こでも、こんな顔がそう、一人あ、ドヤ顔ってやつですね、これ一人でね、写真撮っちゃってね、はい、そうしたくなるんです。狭いところ好きなんですよ。出た。わかります。もうこれ狭いところが好きってタイトルにしてます。もう狭いとこ好きなんですよ。狭いとこ大好きなんです。2人とも。あ、好き、やっぱり好きですか。好きです。だからキオスクとか、あの宝くじ売り場とか。あ、そうそうそう。入りたい。あと新宿駅のあのくず餅売り場とか。だからこういう穴蔵みたいな、だからシングルよりもソロがいいんですよ。まあ、これはこれでまたいいよっていうね。いいんだけど、いいんだけど、もっと狭いこういうね、ぎゅうぎゅうみたいな。これあれか、下にまた別の人が寝るところがあるっていうことですね。下には下で、これは2階なんですけど、2階にはまあ階段登って上がるアトラクションがあって、はい。狭いところで言えば、昔あのあけぼの寝台列車の個室の狭さを堪能するって記事も書いたんですけど、これあけぼのという、上野からだったよな。上野から青森でしたっけ。あ、そっか、青森か。私秋田森竹で降りるのに使ったんだね。で、あけぼののね、ソロっていうあのランクのやつがまたこれがね、狭いんですよ。で、何が狭い、褒めてるんですよね。狭いのはいいっていう意味なんです。そう、褒め言葉です。狭い。これが狭いんです。狭いんですよっていうね、褒め言葉ですから。そう、だから本当狭いのいっぱいでいいから、寝台車を本当増やしてほしいですよね。そうですね、横になれるのがいいんですよ。横になれるのがいいから、本当にあの昔みたいな、日本家みたいな三段のなんか寝台とかね、そういうのでいいんで、三段っていうのもあるんですよ、昔あった。昔はね、乗ったことないんだけど、もう天井まで起き上がるのは大変。もう、あの太鼓棚みたいな。中国に行けばいっぱいあると思って、はいはい、何回か乗りましたけど、で、そこで中国に行ったらもう三段のやつとかね、ありましたよ。さすが合理的な国、ね、で、あの予約すると絶対下の段は絶対取れないです。なんかしないけど。わかんないです。やっぱ上は不人気なんですよね、ちょっとね。上の方は。いや、乗りづらい。くつろげないんですよね、上って。多分。本当に寝るだけなんです、こうやって。まあまあ。もうここですから。ここですから。上のやつが3段ぐらいになっちゃうと。中国なんか新幹線に寝台列車ついてるって言うのあるじゃないですか。で、上海から北京ぐらいまでそれであの一晩かけて新幹線ぐらいの速さで行くとちょうど一晩ぐらいの速さで着くぐらいの。日本も作りなさいよ。、ね、札幌から鹿児島まで作ってよ。札幌西鹿児島ね。作ってほしいんですよ。作ってほしい。私ね、単品弁当好きなんですよ。あのっていうのはチキン弁当みたいなおかず一種類だけっていう潔い鉄道弁当、あの幕の内とか買わないんですよ。例えばこの穴子飯とか広島のね、単品弁当。私が自分で勝手に言ってるんだけど、あとこの、まあ、鶏飯系とかも、まあ、単品。あとカニ飯、これ北海道のどこ。これカニなんですか。これね、カニだと思ったな。へえ、あ、ほぐしガニだと。ああ、なるほど。単品好きなんで、なのでチキン弁当もなんか良くてですね。もう毎回取るんですね。毎回取ってたのがこれぐらい溜まっちゃって。サーベル。うん、そうなんです。実はこれがね、変わってくるんですよ。これが55周年の時に。あ、ちょっと変わるんですよ。この。ああ。そう、あの卵がね、何エッグっていうの。スクランブルエッグの半熟。半熟の。プラス謎のなんか。これなんですか。お漬物的な。で、また変わった。クリスマスの時にね、買っちゃったらね、こいつがサンタさんなんですよ。サンタさんでね、これ一人で寂しくね、これ開けたらね、これ星型に切ったピーマン、赤ピーマンが乗っておりこのサンタの、そう、パンプキンサラダだったんです。ああ、なるほど。
はい、ありがとうございました。こんな、すいません、こんな感じでよろしかったでしょうか。寝台列車、寝台列車みんな乗ろう、乗ろう、ね、本当に知らないよ、終わっちゃうよ、なくなっちゃうんだよ、なくなりますよ、ね、本当になくなってからじゃね、遅いんだよ本当に。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。